こんにちは。 YouTube を簡単に使いこなしていますか？これまで YPP に参加している一部のユーザーの皆さんに視聴者の拍手というね、収益化プログラムがベータ版として導入されていましたが、なんとね、その視聴者の拍手っていうのがスーパーサンクスっていう名前を変えて年内に全ての YPP のユーザーに提供されるっていうアナウンスがありました。今回はそのお話をしたいと思います。はい、YouTube ヘルプのコミュニティの記事です。お知らせ、スーパーサンクスの紹介、視聴者が支援を示すための新しい手段、クリエイターの皆様へ。 YouTube は常にチャンネルの成長、ビジネスの立ち上げ、 YouTube での収益獲得を支援するための新しい手段を模索しています。過去数ヶ月間に YouTube でテストされていた機能の一つとして視聴者の拍手という機能がありました。この機能では動画の視聴中に楽しいアニメーションギフをファンが購入してお気に入りの YouTube チャンネルを支援することができました。この度このベータ版の機能をより多くのクリエイターと視聴者が利用できるように拡張し、スーパーサンクスという新しい名前に変更しましたと書いてますね。はい、その詳しい内容、画像付きで書かれてます。スーパーサンクスの仕組みとかね、書かれてありますね。そしてずっとこれ Q&A も書かれてますんで、詳しくはね、ここを、お読みください。実際にどうなってるのかってことをね、確認してみたいと思います。はい、これ私の収益化されているチャンネルの一つ CMM2 でございます。私はね、視聴者の拍手導入されて、さっき名前が変わったスーパーサンクスに名前変わってます。どこにあるかというと、このグッドボタン、バッドボタン、共有ボタンの1個右側にスーパーサンクスで応援しましょうとあります。あ、この動画いいな、かっこいいな、この動画、このチャンネルを応援しようと思ったら、ここをね、クリックします。そうしますと、CMM2 にお礼をする、スーパーサンクスのアニメーションを購入しましょう。追加特典として、次のような公開コメントを代わりに投稿します。ということで、そこにね、4段階、200円、500円、1000円、5000円というふうにして4段階のアニメーションジフがあります。それを購入してコメントすると、上のようにコメントが表示されるということになります。これ面白いですね。はい、ぜひね、スーパーサンクス、これからどんどんね、増えていって、年内には全てのユーザーさんに提供されますんで、試してみてください。はい、ちょっとね、追加で確認しますけれど、スーパーサンクスから得られた収益額はどこで確認できますかということなんですね。スーパーサンクスの収益合計と動画ごとのスーパーサンクスの収益は YouTube アナリティクスのトランザクション収益レポートで確認できますって書いてます。でその下、スーパーサンクスを購入した視聴者を確認するにはどうすればよいですか。動画視聴中にスーパーサンクスを購入したユーザーを確認するには YouTube スタジオのスーパーサンクスコメントフィルターを使用します。コメントをスーパーサンクスでフィルターするオプションが表示され、動画に対する全てのスーパーサンクスのコメントの確認、返信、削除を行うことができます。そしてスーパーサンクスの収益分配率はどのようになってますか。スーパーチャットと同じですか。スーパーサンクスの収益分配率はスーパーチャットと同じです。収益分配率はアップルのサービス手数料かっこ該当する場合と消費税などの金額を差し引いてから計算されます。現在取引コストかっこクレジットカード手数料を含むは YouTube が負担しています。で最後に、全ての視聴者がスーパーサンクスを購入できるのですか。スーパーサンクスはヘルプセンターのこちらに記載されている国の対象視聴者が購入できますって書いてます。
これどこの国かクリックしてみましょうか。スーパーサンクス利用可能な地域、はい、ここに書かれてますんで日本は入ってます。日本は問題ないです。あとここにねスーパーサンクスを購入するに関するヘルプが書いてありますんでこちらもね参考にされてみてください。私の2つ目の収益化のチャンネル CMM2 なんですけれど、もう1年ぐらい前から視聴者の拍手という機能がついてるんですけれど、どなたからも一度もまだ視聴者の拍手をねもらったことがないので、よろしかったらどうぞ視聴者の拍手ではなくスーパーサンクスと名前書いたんでスーパーサンクスでの支援もよろしくお願い申し上げます。はい、ということで今回はこの件で失礼します。 YouTube について作ってほしい動画ございましたらねコメント欄にリクエストよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。